あなたの記憶に残したいな。どうもタイナです。本日は2023年の2月の4日、僕がね来ているのはこちら帯広でございます。今日はですね、最長片道切符の旅パート10だと思うんですけども、やっていこうと思います。今いるね、この帯広からですね、今回は旭川まで動画にします。帯広から旭川はですね、途中の富良野まで根室本線、富良野からは富良野線で参ります。それでですね、その根室本線なんですけども、途中新徳から東日籠への間はですね、なんと台風でぶっ壊れてしまって代行バスでの運転と長らくなっています。今日はですね、そちらの方をねメインに取り上げようかなと思います。その区間非常にね面白いのでね、ではね早速ここからですね、普通列車に乗って新徳まで行きます。新徳までは普通の根室本線なんでね、代行バス区間は新徳よりも先でございます。新徳と東鹿越の間ですね。また東鹿越から先はね、まあ、普通の根室本線となります。14時41分発の普通列車新徳行き、こちらにね終点の新徳まで乗車します。ホームに来たら列車やってきました。 H100 でしたね。一昔前までは国鉄型キハ40の巣窟だったのですが、最近ですと普通列車はほとんどこれになりました。新しいピカピカの気動車というか電車ですね、電気式気動車なので、ディーゼルエンジンで作った電気をね使ってモーターをぶん回して走っています。反対側にいる普通列車釧路行きもピカピカの H100 系でしたね。このね H100 ってね、座席の前後幅がね結構広くて快適なんですけども、座席の幅が広い分ね、座席がとってもね少ないです。まあ、あとね座席がねこれめちゃくちゃ硬いんですよね。自分の行っているね最長片道切符の旅ですが、1列車に乗るごとに1食食べるというルールがあります。しかしですね、この列車の分は前回の動画で食べました。ですが新徳から先の分はね、買う時間が新徳でないため、新徳からの分のお弁当を購入しました。豚丼です。さっきも食べましたが、豚丼しかね帯広駅売ってなかったので仕方ありません。列車は帯広を出発、この列車で新徳まで行きます。それにしてもこの H100 加速いいですね。さすがは最新式のディーゼルエレクトリックだわ。この車両はね、先ほども言いましたけども、ディーゼルエンジンで電気を作り、それでモーターをぶん回して動かしています。本日この先へ乗る根室本線の代行バスなんですけども、実はですね、その区間もう廃線が決定していて、廃線になると最長片道切符のルートが大きく変わるんですよね。まあ細かいことは終点の新徳に着いたら紹介しようと思います。帯広市内は道路との平面交差を避けるために高架化されています。さすがはね大都会帯広ですね。踏切とか作っちゃうとねすぐ渋滞になっちゃいますから。列車は貨物ターミナルに着きました。ここは駅ではないのですが、乗務員さんが交代するため停車するみたいです。面白いですよね。 DC 乗り継ぎと書いてありました。 DC つまり H100 になったからここで乗務員さん交代してるんですかね。 DC はディーゼルエレクトリックの略です。それにしても乗務員さん交代のために駅ではないところに停車するなんてほぼほぼ僕が初めてです。乗務員さんこの建物に入っていきました。詰め所か何かなんですかね。帯広を出てしばらくすると北海道らしい大平原に出ます。この中をね突っ切って終点の新徳までこの普通列車は向かっていきます。上目黒信号場に到着。ここで普通列車と行き違い。それにしても行き違い設備長いですね。長い行き違い設備を使い、長段編成の貨物列車もこの根室本線行き違えるようになっています。十勝平野をどんどん西に行き、終点の新徳を目指していきます。それにしても十勝平野って広いですよね。もうだだっ広い平原です。そして列車新徳に到着です。帯広から新徳ってね、思っていた以上に結構近かったです。50分ぐらいでしたかね。1時間はかかりませんでした。はい、ってな感じでね、新徳駅の方着きました。鉄道として根室本線が残っているのはね、この新徳まで。新徳から先はね、台風によって不通になっておりますので、代行バスへのお乗り換え。こんな感じで普通に落合って書いてありますけども、この新徳の鉄道ホームからですね、落合方面にはもう5年以上列車はね出ていません。もうだいぶ前ですからね、亡くなったの。
それで代行バスの本数なんですけども、見てください、1日に4本しかありません。結構少ないんですね。まあ、これ鉄道時代からそうなんですけど、この区間全然人が乗らないんでね。まあ、ですのでね、まあ復活してないっていうのもあります。で、なんならね、そのまま勢いでね、廃線にしてしまおうと JR 北海道は考えています。でね、自分がこれから乗るバスはこれですね、16時21分発の代行バス、東鹿越行きです。根室本線ってね、昔はね、札幌方面の非常に重要なルートだったんですけども、それよりもね、短い石勝線が開通したんでね、特急列車は全て石勝線経由となっています。しかしね、今、自分がね、行っている最長片道切符のルートはですね、とにかく遠回りしまくるっていうことで、遠回り経由のですね、根室本線経由で今回は札幌方面を目指していくということになります。ちなみにですね、さっきも言いましたが、この根室本線がなくなるとですね、最長片道切符のルートがですね、非常に大きく変わるんですね。じゃあそのね、詳細を少し説明しようと思います。最長片道切符は現在このようなルートになっていて、スタートは稚内、そこから宗谷本線を駆け下りて新旭川からぐるっと石岡本線と釧網線、根室本線を回り、新徳で石勝線に入らず、そのまま根室本線を進み、富良野から富良野線、そして旭川から函館本線というルートでした。しかし、この根室本線がなくなると、旭川へ新徳方面からアクセスできなくなります。それにより最長ルートが変更になります。このように、長万部から函館本線、石岡線、釧網線、根室線を経由し、新徳から石勝線に入り、追い分に出るという形になります。だいぶ変わりますよね。そのため、最長片道切符の観点ですと、廃線にはね、なってほしくない路線の一つではあります。ここからはね、この代行バスに乗車します。富良野滝川方面に東鹿越で接続するみたいですね。で、この代行バスはね、駅前から出ます。新徳駅のね、外に出てきました。なんかすごいあれですね、洋風チックな駅舎ですね。まあ、近くにリゾートとかありますから、まあ、そういうのをね、ちょっとイメージしたんでしょうか。でね、この駅前からですね、根室本線の代行バスが出ます。まだちょっと時間早いんでバス来てませんけどね。いやー、それにしてもね、最長片道切符の下車員がどんどん増えていく。今のところまだ4つでしか押してもらってないんですけど、多分最終的には多分下車員だらけになるんでしょうね。ということでね、バスやってきましたね。あのバスに東鹿越まで乗車します。東鹿越富良野方面行きってことでね、完全にこれ根室本線の代行バスですってことで乗ります。今のところは多分僕しか乗らない感じですかね。駅の待合室にも誰もいませんでしたし、僕以外。まあそんだけ人乗んないんだったら当然廃止になるわな。どこ座ろうかな。ぶっちゃけどこでもいいんだよな。右も左も景色いいんでね。この先の現在不通になっている根室本線は、かつて旧線がありました。その当時はね、峠を越えるのに死にかけるほど大変な峠道でした。機関士さんが石炭を幕にこびているね、モニュメントがあります。根室本線のかつての旧線と、それから現在の新線、さらにこれから走る代行バスのルートについて、ちょっとこれからね、説明しようと思います。現在新徳からは石勝線と根室本線が出ています。その分岐点は上落合信号所です。石勝線はかなり新しい路線で、それができるまで道東と札幌は根室本線経由で結ばれていました。根室本線の最初期から1960年代までは根室本線の旧線でした。しかし、先ほど見た機関士さんが死にかけて峠を登っていて、さすがにやばいとなり、1966年に根室本線は新開花地トンネル経由の新線に切り替わりました。それにより、死にかけて峠を登ることもなくなり、そして早く隣駅落合へ行けるようになりました。しかし、この新線開通により、とあるものが失われました。それは旧線の景色です。旧線の景色は素晴らしく、国鉄三大車窓に数えられるほどでした。しかし、それがなくなりね、三大車窓が2つになってしまったんですね。
そして新線が開通してしばらく経った頃、今度は根室本線を短絡する石勝線が開通し、札幌方面と素早く結べるようになり、根室本線は普通列車だけが走るローカル線になってしまいました。そして必然とお客さんも減り、その20年後に台風が根室本線を襲いました。それにより新徳から東鹿越の間、特に石勝線と分岐する上落合信号所と落合の間が壊されてしまい、バスで代行輸送を行うことになりました。その際、並走している国道38号線を使って代行輸送を行うのですが、それでですね、その道路が9線に並走しているってことで、国鉄三大車窓が復活しました。鉄道ではなくバスですが、一応これ JR 北海道が運営しているバスではあるのでね、一応これがしばらく続いていますが、根室本線の東鹿越新徳間はもう復活せずに、鉄道として廃止になると思います。自分以外の誰も乗せないままバスは新徳を出発。本当この区間誰も乗らないんですね。確かにこれは廃線になりますわ。そしてアナウンスがあり、車内では飲食禁止と言われたため、さっき買った豚丼は東鹿越からの列車の中で食べようと思います。これから国鉄三大車窓のカリカチ峠越え楽しんでいこうと思います。すぐにバスは山の中を走り始め、国道38号線を登っていきます。周りは雪だらけ。これだけ雪がね降っていると、もしかするとカリカチ峠の景色はね見られないかもしれませんね。バスはまっすぐな国道を登っていきます。さすがはね北海道のまっすぐな道ですよね。ずっと道がまっすぐです。どんどん山を登ります。かなり険しいですね。これに鉄道が並走していたということで、確かにこれだけ険しければ機関士さん大変そうですよね。ぐわーっと駆け上っていきます。少し進むとなぜか国道から離れていきます。これはなぜなのかというと、サハロリゾートというリゾート施設にこの代行バスが寄るからです。もともと根室本線は当然寄っていなかったんですが、代行バスはサハロリゾートの目の前を通るということで、少しでもお客さんを乗せるために止めています。この方がね便利ですからね。サハロに行く人がこのバス使うことできるわけですから。サハロリゾート、とっても質が高そうです。バブルの頃はこの辺のリゾートへ行くお客さんのために、石勝線経由のリゾート特急が札幌から数多く運転されていました。しかし今はねそれはもうね見る影も形もなくなってしまっています。カリカチ峠の景色のいいところを通っています。それから鉄道遺産という看板もありました。バスはねぐん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 と登っていきます。かつてのね急線は今走っているこの道路のねすぐ真下を通っていました。雄大な十勝平野を見下ろしていきます。これは確かに美しい。まあちょっと雪で曇ってしまってますけどもね、それでも美しいです。いやー、それにしても誰もいないバスをね自分一人で独り占めできるのは最高です。本当誰もいませんからね。そしてバスはですねスノーシェットの方に入りました。ところでこのカリカチ峠の名前の由来ですが、明治時代根室本線を作る際にこの場所を調査したんですが、その時の鉄道技師の方が石狩国と十勝国を分割する峠だということで、この峠をカリカチ峠と名付けたそうです。結構歴史の浅い峠なんですよね。江戸時代とかからありそうな雰囲気ありますけど、スノーシェット越しに見る十勝平野も非常に美しいですね。しかし晴れていたらこれもっと綺麗だったんでしょうね。さすが日本三大車窓に含まれるだけあります。このような美しい景色ずっと見てきましたが、バスはですねカリカチ峠の頂上付近に着きました。この景色はここでおしまい。ここからはスシローの株価暴落のようにひたすらカリカチ峠をね降りていきます。外はだいぶ暗くなってきましたね。空がオレンジ色になっています。冬ということでねだいぶ日が短いです。カリカチ峠を完全に降り切りました。街の明かりが見えてきましたね。もうそろそろ最初の停車駅落合です。バスは落合に到着。落合駅からは新線と急線は合流し、今も昔も同じルートを通っています。このカリカチ峠区間かなり時間に余裕があるみたいで、10分近くこの落合駅泊まるみたいです。そのためこの落合駅の駅舎降りて見てみようと思います。バスにいてもただただ暇なのでね。こちらがね落合駅だそうです。まあ発車まで時間があるんでちょっと見てみますかね。
一応駅舎はね、なんかバスの待合室として使われているみたいですね。ほう、おー、時代を感じますね。滝川釧路間ワンマン列車運転。まあ、そもそも列車すら今走ってないけどね。おー、すごいね。サンドウィッチマンが若いよ。いやー、その人運賃高くない？新徳隣駅ですけど640円もするんですね。いやー、すごいわ。それだけこのね、カリカチ峠はね、距離があるといった感じなんでしょうかね。ホームにね、行こうとしたらですね、これより先は足元が危険なため出入りをご遠慮願いますって書いてありました。まあ除雪とかも全くされてないですし、木も生え放題ですね。もう廃線というか休止ですね、休止になってから全く手つかずの状態となってます。これは確かに危険だわ。まあこのまま根室本線廃線になるんでしょうかね。普通に復活は絶望的だと思います。だって僕しか今乗ってないんだからね。そんな乗ってない区間復活するわけないよ。もう雪がね、積もり放題ですよね。ホーム、そして線路ね。いやー、すごいね、これ。もう二度と電車走らないんでしょうね。電車っていうか、汽車ですね。失礼しました。ということでね、発車時間ちょっと近づいてきてるので、バスの方に戻りたいと思います。バスは落合を出発、次はイクトラです。イクトラ駅にはとあるね、面白いものがありますので、そちらの方紹介しようと思います。右に見えております、あの雪がね、積もっているこんもりとしたものが根室本線です。こっからこのね、ひたすらこんもりとした根室本線の線路、こちらと並走していきます。スキー場の明かりが見えますね。ナイターでしょうか。気がつけばもうそんな時間になっているんですね。バスは間もなくイクトラ駅に到着します。落合から先の各駅間は結構ね、駅間が短いです。ということでイクトラ駅に到着です。この駅はね、昔高倉健主役のポッポ屋という映画があり、そのロケ地として使われました。その出演の際に使われた車両が置いてあります。もともとは普通のキハ40だったんですけども、キハ20系風に魔改造されましたが、改造しすぎてボロくなったんで、ね、結構早めに廃車になりました。廃車後はね、このような感じでイクトラ駅の外に保存されています。こう見るとキハ40っぽく見えませんよね。確かに国鉄キハ20っぽく見えます。まあキハ20もっと違う見た目ですけどね。またイクトラ駅の駅舎なんですけども、駅名表が違うものになっています。これはポップや撮影の際に使われた駅舎で、その当時のものが残されています。ということでバスはイクトラ駅を出発し、次が終点の東鹿越です。イクトラ駅と東鹿越駅の間には金山湖というダム湖があります。目の前ですね、今は凍ってますけど、この湖の下にかつて鹿越駅がありました。しかしダムを作り湖になると沈むということで、線路を移転させた際鹿越駅がなくなり、東鹿越駅のみ残るというちょっと不思議な感じになりました。と言っていたらね、バスは終点の東鹿越に着きました。こっからはですね、鉄路に復帰し富良野を目指していきます。東鹿越のね、駅にバスはね、着きました。周りにはね、何もございません。ある建物はね、この東鹿越の駅だけです。いい雰囲気の駅ですね、東鹿越駅。それでですね、本来だったらもうそこに列車は止まってるはずなんですけども、接続列車10分ほど遅れているってことなので、まだ列車は来ておりません。いやー、いいね、これ北海道のザ田舎駅っていうね、感じがして興奮しちゃいますよ。じゃあちょっと中入りますか。いや、いいね。あ、こっち締め切りだ。ここか、出入り口か。よいしょ。おー、いいね。おー、挟まれるよ、これ。勝手に閉まるようになってるんですね。おー、直線で減速するタイプか。おー。ってことでね、列車待ちます。外寒いのでね、この中で待ちます。こっからですね、富良野まで普通列車で行きまして、富良野で富良野線にお乗り換えです。駅名表がありました。滝川方面は金山、そして釧路方面は生虎となっています。
滝川方面のね、金山はね、普通にこれから通りますけどね、生虎駅はもう列車が通れないっていうことでね、まあこれはね、この通りには行きません。昔はですね、滝川発、釧路行きっていうね、なんかとんでもなく長い普通列車も運転されていたんですけども、ここがですね、分断されたことによって、その列車はなくなってしまったんですね。いやー、乗ってみたかったな、そんだけ長い列車ね。すごい結構有名な普通列車だったんですけども、奥からですね、普通列車やってきました。でね、あのやってくるね、普通列車の音がですね、向こう側からね、反響してきて、まさかね、新徳方面から普通列車やってきてんじゃないかって思ったんですけども、さすがにね、そんなことはありませんよね。あったら逆に怖いわ、よくやってきたなって感じですよ、線路補修されてないのにね。やってきた普通列車、これは多分キハ40ですね。いやー、キハ40をね、北海道で見ると本当安心しますよ。この列車に、ね、乗って富良野まで行きます。540いいね。ここのね、キハ40はもうしばらく残るらしいです。まあ多分 H100 になる前に廃線になるんでしょうね。東鹿越富良野間も多分、東鹿越から新徳の間が廃線になると同時に多分ね、富良野から先全部なくなると思いますよ。東鹿越からね、富良野っていうね、サボも入ってますね。いや、いいね、ローカル線って感じするわ。てか寒いね、もう手先が凍えてる、痛い、寒くて。それ冷たいっていうね、言葉の語源ってなんか痛いらしいですね。寒いのでそそくさと乗ります。車内はもう安定ですね。安定すぎる40です。こちらに乗って富良野まではおおよそ40分です。列車は東鹿越を出発です。ここから富良野まではたった5駅ですが、駅間はそれぞれかなり長いので、所要時間は比較的長い40分となっています。早速ですが豚丼食べます。先ほどの代行バス分ですね、開封してみます。あー、いい匂いですね。豚丼のいい香りがしてきます。それではいただきます。やっぱり冷たくなってるのでだいぶ味は落ちてしまっていますね。でもね、しっかり豚の味はついていて結構美味しいです。だとしても温かいのには劣るな。それでちょっと今思ったんですけども、温めることができる豚丼もですね、同じような感じで売っていたんですよ。発熱するやつね、あれにすればよかったなと少し後悔しています。でもあっちの方が500円くらい高かったんで、まあこっちでいいや。金山トンネルに入りました。金山トンネルは金山ダムができたことによって作られたトンネルで、比較的新しく1966年に開発したトンネルです。カリカジ越えの新線建設と同じ頃ですね。列車は金山に到着。金山と聞くと愛知県の金山を思い浮かべますが、実は北海道にも金山はあります。大都会愛知の金山と違ってね、こちらの金山はど田舎ですけどね。金山を出て少しすると根室本線は富良野盆地に入ってきます。富良野盆地に入るとだいぶ人の気配がしてきますね。もうここまで来てしまえばもうすぐ終点の富良野です。列車は富良野に到着。夜の富良野駅は無人になるみたいで、一番前の扉しかこの富良野駅ではオープンしないみたいです。はい、ということでね、終点の富良野に着きました。ここでですね、旭川方面の富良野線にお乗り換えします。時間があるということで、ここの列車の分の食事を取ろうと思います。富良野はカレーが有名なので、この富良野ではね、カレーでも食べようかなと思いますと思って外に出てきたんですけど、なかなかお店がやっておらず、乗り継ぎ列車の時間もかなり近づいてきてしまったので、諦めて駅に戻ろうとしました。ここの分の食事は旭川でね、取ろうと思います。ところで前の動画で一都市一つというルールを立てておきましたが、2日目以降ならありというルールに変更させてください。また駅弁なら同じ町でも複数ありということにさせてください。ちょっとルール厳しすぎましたわ。これでよろしくお願いします。列車出るまでね、暇なのでちょっとですね、駅の周り散歩してるんですけど、ライトアップ綺麗ですね。こんなところ鉄オタが一人で来るようなところじゃないでしょう。なんか辛くなってくる。普通にダメだね、こんなこと言ってるとメンヘラになっちゃうんで、そそくさと駅に戻ってね、列車待とうと思います。富良野線の列車やってきましたね。
旭川行き、これキハ150ですね。お、初めて乗る今回の旅で、しかも2両編成だね。さっき1両だったのに、キハ150か。まあいっか、これに乗ってね旭川まで行きます。だいたい40分50分ぐらいですね。結構近いんですよね、ここから旭川。全然そこ扉開かねえなと思ったら、ワンマンなんで一番前しか開かないみたいですね。あれはよかったわ、マジ乗れなくなるとこだった。列車は富良野を出発です。ここから旭川まで最後の一踏ん張りです。富良野はスキーが有名ということで、奥のスキー場明かりが高校とたかれています。そして列車はね、今朝からずっと乗ってきた根室本線とお別れを告げていきます。富良野線は旭川へ、根室線は滝川へと行きます。夜の富良野線は見る景色はほとんどありません。闇夜の中を列車突き抜けていきます。列車は美瑛に到着です。こっからめっちゃ乗ってきました。まあ美瑛は観光地ですからね、乗ってくるのも仕方はないのかなと思います。気がつけば旭川市内に入ってきました。さすが北海道第二の都市旭川ですね。そんなことを言っていたらね、中別川を渡ります。もうすぐね終着の旭川ですね。新旭川方面からの宗谷本線と合流します。合流するとね、すぐに終点の旭川に到着です。本日の目的地ですね。いやー、それにしてもね、本当に釧路から旭川は遠かったわ。着いたね旭川、4日ぶりですよ、4日ぶり。つい最近来ましたね。ってことでですね、今からちょっと夜ご飯の方食べようと思います。今乗ってきたねこの列車の分と、さっきの代行バスの分ですね、まだ2食分食べておりませんので、2食分食べようと思います。じゃあね、ちょっととりあえず回数の方に行きます。後ろ雪すごいね。今回はね、旭川経路内っていうことでね、まあ、特段生産する必要性はありません。ここにね、見えるかな、旭川って書いてありますよね。明日はね、こっから函館本線を岩見沢まで行って、でなんか室蘭線とか千歳線とかぐにゅぐにゅしながら札幌を目指していくという形になります。今ね、改札口から出てきたわけなんですけども、前回のね、切符のルートだと新旭川で折り返してたんですよね。でそこからだいたい700キロぐらいかけてね、この旭川まで来てるんですよね。釧路とかね、網走とか経由して。いやー、こういうのね、ほんと最長片道切符ならではでね、非常に面白いです。なんかドスって言っちゃったけど、まあいいや。明日はね、ここから先岩見沢まで行って、そこから室蘭本線とかにグニグニします。今からですね、夜ご飯の方を食べに行くわけなんですけども、今日はですね、ちょっとこれから出山寺さんと、お食事します。あの出山寺さんですね、あのツイッターのフォロワーさんね、この間名寄でお会いした方なんですけどもね、でジンギスカンをご馳走してくださるそうで、本当ありがとうございます。ジンギスカン屋に来ました。まずはこうやって油をね敷きますよね。そしてジンギスカンといえば、まずこちらの野菜ですね。お肉を焼いた後の油をこのお野菜がですね吸い取って、このお野菜がね非常にねいいお味になって美味しいんですよ。ほんとこれ大好き。そのね次に出てくるのがジンギスカン本体です。ジンギスカンはですね、羊のお肉なんですね。結構僕はね大好きです。黙々と煙が出ていますね。いやー、とっても美味しそう。ほっぺたが溶けちゃいそうですね。焼き上がりましたよ、うまそう。ではね、いただきます。紙一本可愛いですよね。じゃあいただきますか。あー、ちょっと熱いけど、ほっぺたがとろけおくちゃうぐらい美味しいですね。お野菜もいただきます。ジンギスカンの油を吸っていて、とってもねジューシー、美味しい、マジ最高。いやー、ジンギスカン美味しかったね。うん、出山寺さんありがとうございます。ってことでね、そこからしばらく歩きまして、ホテルの方にやってきました。本日泊まるホテルはね、ホテルメイツさんっていうところです。一泊実質ですね2800円です。ちょっと高いね。うん、
本当はね1800円ぐらいで、泊まれるかなと思っていたんですけども、今日はですね、土曜日なんですね。で、土曜から日曜日に泊まるときってクーポン支援額が2000円じゃなくて1000円になるんですよね。まあなので今日はね一泊2800円です。ちょっと高いな。ってことでね、ちょっとチェックインしていきます。部屋はね、まあ普通の部屋ですね。まあただのビジネスホテル、まあ、昨日泊まったところとまあ同じような感じですかね。お風呂もユニットバスですしね。普通のビジネスホテルですね。